チャオ、あっちゃんです。今日6月の12日火曜日、あっちゃんのお昼ご飯はペヤング焼きそば、酸っぱ辛マックス、はい、ね、この酸っぱいのと辛いのが一度に楽しめる酸っぱ辛マックス、はい、食べてみたいと思います。あっちゃんね、酸っぱいのは大概いけんねんけど、辛いのはちょっとね、この唐辛子系の辛いのがやばい。わさび系の辛いのはね、なんとかなんねんけども、ちょっとどうかなとは思うねんけどね、地味やったら買うなっちゅう話やねんけども、まあ、ちょっと一回食べてみたいと思います。はい。で、久々にね、ちょっとネタ系、久々でもないな、ネタ系の、カップ麺、食べてみましょう。まずちょっとね、はい、では開けてみましょう。ビリ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 、ここまで剥がす。ソース。火薬だけ、ソースとエビマックスやな、めっちゃエビ入ってんな。まあ大丈夫やと思うけど、でもな、これお湯で戻したプリッとしたエビ結構苦、あ、何やこれ、揚げエビか、大丈夫か、わからん。まあとりあえずしてみよう。プリッとしたエビがちょっと苦手やねんけども、これ、ね、ちょっと減らそう。茹で戻すとまずいね。これ乾燥エビとかやっていけんねんけど、ちょっとぐらい入っとってもいいかな、はい、はい。で、お湯が沸いたんで入れてみたいと思います。よいしょ、お湯入れます。アレクサ、タイマー2分、2分のタイマーを開始します。はい、で、これちょっと、はい、2分ちょっと置いときます。その間ね、ちょっとね、この乾燥エビ食べてみましょう。うん、おいしい。戻しちゃうとね、やばいから。これが酸っぱい辛いマックスのソースらしいんだけどね。ちょっと楽しみです。はい。うん。アレクサやったらね、あれやな。あと何秒とかわからへんからね。聞いたら教えてくれないけどね。アレクサ、あと何秒？2分タイマーは残り1分です。ね、ちょうどぴったり1分やってる。アレクサ、あと何秒？2分タイマーは残り50秒です。ね、何十秒とか言って教えてくれんね。はい、スーパーからマックス、どんな味なのか楽しみです。何が入ってるのかな？カップ麺、揚げ麺、ラード、醤油、そのね、香辛料、添付調味料、トマトペースト、糖類、醸造酢、食塩、ラー油、植物油ら、醤油、チキンエキス、ポークエキス、まあそんなもんです。酢が入ってんねんね。はい。ということで、もうそろそろなるかな。はい、ね、なんかうっとしいね、うっとしいと首からね、肩に、形が頭にかけて痛いよね。もうちょっと、はい、タイマーになります。行ってきます。アレクサ、ストップ。はい、では開けましょう。
ソースを入れましょう。ソース、あ、酸っぱい、かけましょう。ああ、あれやな、ラー油と、ラー油とじゃなくてラー油って感じなんかな、酸っぱ辛いのね、うん、あ、ラー油は酸っぱないわ。餃子のタレみたいか。何でもいいや。これちょっとしてみましょう。包んでしてるのとベタベタしそうやな。よし、混ぜます。はい、では食べます。はい、ではいただきます。さあ、どんな味でしょうか。ああ、酸っぱい。いただきます。いただきます。いただきます。あ、あ、辛い。ああ、あ、痛い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 。あ、見て、やばい、ものすごく痛い。辛いじゃなく粘膜が痛い。ちょっと待って、お茶ないやんこれ。あのね、激辛マックスみたいに、この、なんていうかな、辛くって無理じゃないねんけど、痛い、あっちこっちが痛い、痛いねんけど、酸っぱさでちょっとマシやねんけど、半分ぐらい食べられるかな。あっちこっちが痛い。久々に辛いの食べたな。最近胃の調子がいいからね。うん。と思ったけど、またやられるかな。いきます。ここ来た瞬間に喉おってなるぐらい酸っぱいね。酢足そうかな。うん。一気にいったら痛い。一気にいったら酸っぱいので、なんか麻痺されてわからんなんだけど、食べ終わって口の中から麺がなくなったら痛いの。口の中めっちゃ痛いね。あー、やばい。で、美味しいね。美味しいんだよね。ちょ、エビ食べてみよう。あかん、やばい、このエビはやばい。乾燥したままダメだ。痛い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 時にダメだ。痛なってから食べたら無理、痛い。あのね、酸っぱいって思ってる時に、酸っぱいよ酸っぱいよって食べていくのはいいねん。で、飲み込んでごっくんして、いいかーって、あ、痛い痛い痛いって慣れてきたら、次食べたらもう、めっちゃ痛い。これ無理。いや、無理って言ったらあかんの。もったいない。え、食べ物粗末したらあかんから、食べます。ちょっと待って、ドリンク取ってくるわ。水でもいいや、取ってこう。と、酸っぱい足す。こういう時はね、ちょっとお邪魔入れとこう。あれだけ入れとこう。
ベッドが、ベッド入れたくない。そういう時はワインを飲んでごまかします。嘘、白ワインビネガーです。ワインビネガーです。イタリア産白ワインビネガー、業務スーパーの。いつもこれの赤ワインビネガーを使ってんだけど、白ワインビネガーをかけます。エビが入ってるやんか、だからちょっと白方が合うかなって。ビネガーでもね、赤ワインのビネガーはお肉系料理に合うけど、白系はお魚系に合うんで、ほんまか知らん。では入れます。いきます。動画上の衣装を上で見せた方がいいな。どんだけ入れんねんて。口が閉じひんねん、いたって。井戸水美味しい、最高。おお、さあいくよ、いくよ。いや、何度からもね、前は。ゲホってんだね、俺酸っぱい。うん、おいしい。酸っぱさマックス、おいしい。痛い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 喉のね、どうしか、ベロとか粘膜とかがすごい痛いけど、おすましたらちょっとマシになったけども痛い。かも。でもね、ちょっと引くのがマシになった。すましてもう、もうやっぱ赤は食べ終わった後痛いわ。痛いわ。でも頑張る。鼻出そうになったけどな。いくよ。喉チンコが痛い。喉チンコが痛い。辛いを通り越して痛い。でもさっぱりしてほしいけどね。辛いらんからスーパーマックスがいいな。今日は痛い日です。朝からゴミをかしにてこけて、で足大丈夫だったら足も黒ずんでんの。また肩のこんな俺。こんな顔になるわ。スータス。こういう時は素を出す。
のどあってぬるやつ酸っぱい。でも美味しいよ。エビ食べたら、あ、美味しい。酢が喉にくる。休んじゃダメだ。ああ痛い。痛い。こんな顔になる。痛いよ。疲れた。これ何本あるの？527キロカロリー。いや食べるのに1000キロカロリーぐらい使うかもわからんわ。疲れた疲れた。あとエナジードリンクでも飲んで元気になろうかな。絶対口の中痛いやろね、飲んだら。やめとこ。ちょ、水入れてくるわ。死ぬ。食べるものを粗末にしてはいけません。頑張って食べます。すでむせた。大丈夫や。時間差で来るよ。でもマシになってきたな。最後の方になってきた。だいぶ慣れてきたかな。なことはないけどね。もうなんじゃこらのレベル。なんか今魂が抜けとった。上からなんか自分を見とった気がする。もうそうなるよ。食べます。
だってみんなそんな目で見んねもん。そんな目で見たら食べるのじゃない、しゃないじゃ。美味しくいただきます。はい。何か言えて食べます。酸っぱいとこすごい美味しいねん、食べとって美味しいねんけど、来てない。痛い。あの地味にのどちんこ攻撃してきよんね。のどちんこ痛い。激辛食べるときは口いっぱいに入れないように、あのちょっとずつちょっとずつ痛覚のないところで食べてください。なんか辛みを超えて痛いから粘膜にあまりつけないように、ベロの痛覚を避けるように。でもそのまま飲み込んだら多分胃がすごいやられちゃうかわからへんから、ちゃんと噛んで喉チンコには触らないように、決して喉チンコを触らないように。チンコ触ったらね、もういらんこと言うなんて、お昼のごめんなさい。はい、ということで、喉チンコを触らんように食べないと。エビタルチョコ、これが一番おいしいわ。ちゃんと湯で浸して食えって言われるね。最後に口直しにエビのカリカリ1個置いとこう。エビ抜いといてよかった、アクセントになるわ。まだちょっと痛い。もうちょっと休憩させてから。ぼちぼち、この辺唇が痛なってきた。確かにね、激辛マックスよりは食べやすいかもわかれへん。でもラストスパート行く前にもう一杯水を汲んでいく。まだいでは、精神統一して、だからさ、一口、あと一口さあ、これをいきましょう。辛さね、精神統一して、気合を入れたら辛くない。
辛くないって自己暗示にかけて最後の正直言います。神道を滅却すれば飼うまで命いらんこと言わんとこ。はい、自分で言うてもらえような、さあ笑うたから食べられる、行こう、行きます。あん、ふわふわ、完食しました。あっちゃん褒めてあげてください。そら痛いわ、口紅で噛んだみたいなんで、ね、赤いのがついてんだよ、そら口紅が痛いわ、痛い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 。痛い痛い痛い。口直しに1個残しといてよかった。おいしい。じゃあね、湯にしたらちょっとプリッとした瓶なんだけど、湯に入れへんね、カリカリのエビは、うん、ほんまにエビせんみたい、めっちゃおいしいエビせん、エビがね、濃いエビせん出して食べてよかった。ご飯食べて疲れた。昼ご飯とは格闘技です。なんでやねん。あ、でも美味しかったよ。味は、あっちゃん嫌いじゃない。ただ痛い。痛いの行けたいよ、昔激辛好きでさ、激辛のカップ麺とか激辛のお菓子とか激辛食べてたね。あのデスソースも使いすぎたら痛いけど、デスソースも使ったりしててんけど、いつの頃からか痛みに弱くなったん。まだここ最近やで、いいやってからかも分からへんけどね。なんか痛いよ。方針状態になるわ。はい、ということで今日はペヤング焼きそば酸っぱ辛マックス一度で二度の衝撃食べてみました。ぜひ痛いのが大好きなド M な方食べてみてください。であっちゃんは酢マシマシにしたらなんとか完食できたけど、これそのままでは多分無理やったかもかね、うん、で変態な方ぜひよかったら食べてみてください。あっちゃんは二度と嫌です。はい、でペヤングさんリクエスト、スッパマックス出してください。辛いらない。うん、スッパで十分。うん、スッパマックス食べてみたいな。結構はスッパ好きやから、自分で作れて作ってもいいかもわからんね。うん、ただね、スッパマックスにしてしまうと味が薄いよね。なんかのベースのが欲しい。で醤油でベースを作ると餃子タレみたいになってくるよね。
だから餃子のカップ麺やったから餃子になってまうし、カラを入れずに酸っぱマックスで何か美味しいの作ってくださいよろしくお願いします。ペヤングさんあっちゃんでるなんか見てんのやろなあのどこでもいいわ、酸っぱマックスの焼きそば作ってください。あっちゃん自分で作ろうかな、うん、はい、ね、もう水がなくなった、うん、水を3杯ぐらい飲んじゃったよ。お茶も飲んだしね。はい、お茶沸かしたんだけど、まあ冷めてないね。はあ、鼻出るわもう。疲れた。はい。なんか、久々にさ、食べ物のレビューになってへんけども、カップ麺だけ食べたね。雑談なかったね。雑談する余裕なかったね。はい。ということでね、スパカラマックスで元気になれそうです。全然元気の顔じゃないやろって、はい、死にそう、うん、まあね、ある意味、まずくはないけど、から痛い美味しいけど痛い、うん、で、後で足したワインビネガーが良かったみたいです。ワインビネガーがあるとなんとかで飲みました、ということで、今日のあっちゃんちのお昼ご飯はペヤングスッパからマックスで痛い目に遭いました。はい、もう食べないと思いますはい、ということで、あっちゃんの今日のお昼ご飯ペヤングスッパからマックス良かったよって思ってくれたら高評価をで、応援コメントとか、ね、よう頑張ったねって言ってくれたあっちゃんも嬉しいんで自分なりにはめっちゃ頑張ったつもり、ほんまにね、スタッフが後で美味しくいただきましたって書いてやめたろうかなって何回か思ったけど、うん、ね、逃げちゃダメだ逃げちゃダメだって思ったから、はい、なんとか完食しました。はい、よく頑張ったあっちゃんに、ね、おめでとうコメントとチャンネル登録して、何回も見てくれたら嬉しいですということで、ではまたね、バイバイ、チャンネル登録よろしくね、2回言うなって、うん